はい。一種目は学習院大学の、試験からです。覚えるところはこの並々線のところね。いくよ、せーの。Writing also matters to life after college. これは作文についてエッセイを書いたりとかね、小論文を書いたりとかする作文についての話です。書くということはまた、matter to をや、使ってほしいんだよね。It doesn't matter to me って言ったら私には関係ない。私には問題にならない。だけどここは作文を書くということは学校じゃないね。大学の後の人生にも関係があるんだよっていうこと。matter to が使えるように。で、一文飛ばして次せーの。Even when things go well for us, the fundamental problem remains. What makes a life meaningful? そう、いつも経済とか政治ばっかりやってるから、今回はちょっと、2週とも哲学的な、まあ、そこまでいかないね。人生についてみたいな。やってみたいと思います。Even when things go well for us,物事が私たちにとってうまくいっている時ですら、だよね。even がついてるから。The fundamental problem. Fundamental というのは、基本的な、根底にあるという、根底にある問題は残っているよ。remain. そこに残っているよ。あるよ、まだ。それは何？セミコロナ、コロナ後ですね。What makes a life meaningful? 何が、人生を意義あるものにするのか。かっこいいよね、これが言えたら。で、鍵括弧のところの和訳をしてきてください。そして問題を解いてください。要するに全部ちゃんと読んでこなきゃいけないっていうこと。ね。ではテストします。作文は文章を書くということは大学の後の人生にもまた関係するのだ。問題となるのだ。Good. Writing also matters to life after college. だから、そうね、世界の事情のことで言ったら、the local conflict matters to the whole world とかね。一地域のコンフリクトであっても世界中に波及するよ、問題となっているよ。はい、次。たとえこんな時でも、どんな時、物事が私たちにとってうまく進んでいる時でも、ここまで。Even when things go well for us, 根本の問題、根底にある問題というのはまだ残っているよ。Good. The fundamental problem remains. つなげてせーの。Even when things go well for us, the fundamental problem remains. 何が人生を意義あるものにするのか。What makes a life meaningful? A good job, everybody. 結構簡単だよね、今回。問題解かなきゃいけないからね。頑張ってきてください。はい、2週目。これはね、パラシオさんというイギリスの人が書いた Wonder という素晴らしい青少年向けの小説の最後の方にある、章です。まあ、授業中に内容言ったかもしれないね。で、これは校長先生が夏休み前、要するに学年が変わる前ね、生徒に向けて行ったスピーチの内容です。下線部行くよ、せーの。When you reflect on this past year, I want you all to look at where you are now and where you have been. もうわかるかな ?reflect は?振り返ってみる。反射するとかね。そういう意味がありましたね。で、on をつけますよ、前置詞。君たちがこの過去の1年間を振り返ってみるときに。で、I want と to の間に you all が入っているから、君たちみんなにこうしてほしいよっていうことだよね。君たちみんなにはこうしてほしい。今自分がどこにいるのか、そしてそれまではどこにいたのか、ということを見てほしい。全く
その通りだね。大人だってそうだよね。じゃあもう一回行きます。せーの。When you reflect on this past year, I want you all to look at where you are now and where you've been. 同じところにいたら悲しいわね。はい、次。せーの。The best way to measure how much you have grown isn't by inches or your grade point average. Or の次に飛ぶからね、your grade に飛びますよ。で、どうやってその成長を測るのか。その、測り方の一番、the best way to measure っていうのはね、で、何を測るのか。How much you have grown。どれだけ君たちが成長したかを測る一番の方法は、isn't by inches。これは背が伸びるのインチだから、どれだけ背が伸びたかな、何センチ伸びたかな、何インチ伸びたかな、ではないし、あるいは、your grade point average。これは評定平均のことです。成績の平均値だね。でもありませんと。もう一回行くよ、せーの。The best way to measure how much you've grown isn't by inches or your grade point average。はい、次、せーの。It's what you have done with your time, how you have chosen to spend your days, and whom you have touched this year. 素晴らしいセリフでしょ？うん、こういうことを先生が言ってくれたらいいね、学校でもね。で、それは、はい、what が使えるようにしてほしいんです。まあ、そうね。ここは、疑問詞かな？疑問詞かな？君たちが自分の時間で何をしてきたのかということ。それから、君たちの日々をどうやって、ごめんなさい。君たちの日々を過ごすために、君たちがどうやって選んだのか。で、最後、タッチは触れ合うでいいでしょうね。君たちが今年誰と触れ合ってきたのか。成績の平均値も大事だよってその上にちょっと言ってるけどね。でも自分の時間で何をして、どうやって日々を過ごしたのか、どうやってそれを選んだのか、それから誰と触れ合ってきたのか、それがどれだけ成長したかを測る一番いい方法だよっていうこと。I agree, totally agree.はい。では、テストします。君たちがこの過去の1年間を振り返ってみるときに、はい。When you reflect on this past year, 私は君たち全員に、今自分たちがどこにいるのか、そして、それまではどこに居続けたのかを見てほしい。Excellent. I want you all to look at where you are now and where you've been. これだって、I would like all the world leaders to look at where their countries are now and where they have been. とか、偉そうに言ってもいいよね。はい、次。君たちがどれだけ成長したのかを測る一番いい方法は、何センチ背が伸びたかなっていうインチでもなく、成績の平均値でもありません。Exactly. 一時停止しながらやってね。で、初めは文法を考えながら言うんだよ。でも、口が、勝手に動いて言葉がポンポン出てくるようになるまでリピートはしなくてはいけません。何回も何回もね。はい、行くよ、せーの。The best way to measure how much you've grown isn't by inches or your grade point average. これを my とか I にすればいいわけよ。自分に対して使うんだ。The best way to measure how much I have grown isn't by inches, centimeters or my grade point average ね。はい、次。それは、君たちが自分の時間に自分の時間を使って何をしてきたのか。で、どうやって自分の日々を過ごすのか。どうやって選んだのか。そして、君たちが誰とこの今年触れ合ってきたのか。であります。長いけど、
意味を考えながらだったらできるね、3個ね。はい、せーの。It's what you have done with your time, how you have chosen to spend your days, and whom you have touched this year.これが who じゃなくて whom っていうところがミソだよ。You have touched him. Him と同じ目的格だから who ではなく whom です。OK? もしね、できたらこのページ読んでくれるといいなと思います。すごいいいことが書いてある。特に一番最後、shall we というところから、ぜひぜひ意味を考えてきてください。それではまた明日。バイ。